はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符やっていきたいと思います。現在は学園盛り上げ隊ですね、2人で巡る西洋文化祭編ということで、ちょっとね、今この時間だと多分ね、アップできるのがイベントがね、もう終わってからになると思いますので、まあ実際ね、あの動画にするのはまあこれと合わせて、まあ結果の方もアップしていこうかなと思ってます。で、累計ポイントがちょうどね、コルリさんの SSR2 枚目を取ったところに、なってまして、順位の方が2987と、まあ、3000ギリギリ切っているラインですかね。まあ、これでまあ2000はもう狙えないので、まあ、できれば3000以内に入って SR チケットをゲットできればなとも思ってます。で、あと前回のイベントなんですけれども、全然アップできなくて、で、これちょっとツイッターの方でもね、つぶやかせていただいたんですけれども、スマホをね、落としちゃって、完全にね、壊しちゃったんですよ。で、スマホを落とした瞬間、まあ、画面にひびが入って、って思ったんですけど、その、画面にひびが入るだけだったら、まあ、まだ、良かったんですけれども、なんとね、一切の操作をね、受け付けなくなってたんですね。もう何触っても反応しないっていう。でも、完全にぶっ壊れちゃって、で、スマホ自体は、なんかね、なんとか安心保証プランみたいなのに入ってて、まあ、3000円で新品と交換する形になりました。で、一応その旧スマホの方がもう完全に動かないんで、データがね、中に入ったまんまになっちゃったんですよ。で、基本的にまあデータは全部 SD カードにバックアップを定期的に取ってあるんで、まあ良かったんですけれども、まあアプリ系ですよね、アプリ系っていうか、そのゲーム系のデータが引き継ぎできなくなっちゃって、で、一応運営さんにメールで、なんかこんな感じでスマホ壊しちゃったんで、引き継ぎコード発行できますかみたいな感じで送ったら、まあ、一応本人確認が取れれば引き継ぎコードを発行してくれました。まあなのでね、まあスマホ壊して、まあ、引き継ぎコード発行したい場合には一応ね、メールすればきちんと対応はしてくれます。しかも結構早かったですね。もうその日中に第1回目の返信メールが返ってきて、まあ、次の日には、引き継ぎコードを発行してくれたっていうようなところになってたんですけれども、まあ、前回のイベント中は、まあ、そんなこんなで、データの復旧で忙しくて、忙しくてっていうか、データを復旧したらもうイベントが最終日だったっていう感じになってたので、まあ、ちょっとね、収録ができなかったんですけれども、今回はまた、この限定ストーリーから、見ていきたいと思います。じゃあ、限定ストーリーですね。やっていきましょう。
はい、じゃあイベント終了してですね、まあ一応2665位に、入れましたので、まあ SR チケットはゲットできた感じですね。まあさすがに2000位以内に、まあ入ることはまあできなかったんですけれども、まあラックストーンもねあんまり消費してないんで、まあ良しとしましょうということで、じゃあ SR チケットを使いましょうかね、せっかくなんで。そう、センターガールもね、ゆうきちゃんが新しく加わって、まだ勧誘してないんですよね、センターガール。まあ、それは後でやるとして、とりあえずはチケットですね、チケット。で、SR 確定と。まあ、今はね、どっちかっていうと、まあ、SR よりは SSR の方が欲しいかなと。まあ、SR 出るんだったら、まあ、持ってるキャラを、出して、あ、いいね、いちごちゃん。いちごちゃんはスコアアップのはず。いちごちゃんと、そうそうそう、掛け声レベルもね、5レベル以降になってくるとね、もうやっぱりなかなか上げづらいんですよね、同キャラを重ねないと。なんで、まあ、いちごちゃんはかなり、嬉しいですね。